上町四丁目停留場は、高知県高知市場町四丁目にあるとさ電交通委員路線の路面電車停留場。東停留場は1906年、本町筋四丁目停留場として開業した。1936年には、町名解消により表記を本町筋四丁目に変更。1961年に停留場は一旦、廃止されるも3年後に復活し、 1966年には、住居表示の実施により、上町4丁目停留場に、改称した。1977年には、それまで隣の上町2丁目停留場との間に、設けられていた上町3丁目停留場を統合した。この上町3丁目停留場も、東停留場と、同様、1906年に、本町筋3丁目停留場として開業し、 本町筋三丁目への表記変更を経て1966年に上町三丁目と改称していた。統合により、上町三丁目停留場は廃止、上町四丁目停留場はそれまでの両停留場の中間地点に新設された。上町四丁目停留場は、井ノ線の平洋軌道区間にあり、道路上にホームが置かれている。ホームは2面あり、 東西方向に伸びる二本の線路を挟み込むように廃される。ただし互いのホームは東西方向にずれて一致していて、東にリマや橋方面行き、西に井の方面行きのホームがある。ABCDEFGHIJ 馬尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。ABCDE 土佐原鉄が走る町根弱34から35ページ路面電車は行く高知高知新聞社1998年89ページ ISBN 4から 875032684AB 土佐電鉄が走る町根尺98.156から158ページ、上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第2巻四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、 40.93ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。ありがとうございます。